石神と、ロコちゃんと、ご飯食べに行ったの。3人でご飯、そう。収録がね、一緒だったから。一緒っていうか、同じ日だったから。しゃぶしゃぶの食べ放題に行った。うまかった。みんなで食べるの夢中になってた。石神がいつも野菜持ってきてくれて、あかり野菜も好きだから、しかも美味しいやついっぱい取ってきてくれて、あかりが嫌いなの一個もなかった。誰が一番食べれるの？え、でもあかりが一番食べてた気はする。わかんないけど、あかりは一生に手を止めなかった。ご飯の後にね、カラオケ行ったんだよ。あかりが、え、聞きたい、行こうよって言ったら、いいよって言って来てくれた。行ってくれた、一緒に。石神の歌聞けるのいいな。いいでしょ。二人の歌聞いた。石神の歌と、え、めっちゃいいよ。あかりめっちゃ好き。声がいい。まず声がいいね。うまいし。ロッティのダンスとかね、ダンスしてた。ロコちゃん。あれだ。あかりがさ、かっこつけて、BTS のダイナマイトを歌ってたの。そう。そうそう、それをね、踊ってた。意外な選曲。え、英語歌えるのかっこよくねって思って頑張って覚えた。そこでね、ロッティがね、ロッティがキレキレでなんかよくわからん踊りしてた。